フェリペワ・マンポマでアヤラは、インカ帝国出身のインディオ。1936年に出版された、新しい記録と良き統治の執筆者として知られると、共に、インカ帝国史及び、植民地社会における重要な小生を残した人物である。新しい記録と良き統治はアマンポマ及び、新しい記録と良き統治は、 1964年、スペインによるインカ帝国征服に関して、非征服者側の記録を取り上げた、メキシコの歴史家、ミゲル・レオンの征服の裏側において、初めて紹介がなされた。新しい記録と良き統治は、1615年に、 当時のスペイン国王フェリペ3世に当てた1000ページ、差し絵500点を超える膨大な書簡で、インカ帝国時代、あるいはそれ以前のアンデスの歴史、スペイン人による征服史などの記録と植民政策に対する提言がカスティーリャ語で書かれたものである。インディオがスペイン人の征服をどのように見てきたのかを示す重要な資料であるとともに、 アンデス史研究のための史跡資料として注目を浴びた。ワマンポマの出生地及び出生年については、諸説あり、祖父及び、両親の出身地にあたるチンチャイスユノワヌコ、エルビエホであるとする説やクンティスユルカナス地方のサンクリストバルでソンドンド村であるとする説などが有力視されている。また出生年については、 ボスナンスキーの唱えたフランシスコ・ピサロの因果、帝国征服以前とするもの、ルデーニャデラ・ベガの唱えた、征服後とするもの、レブシゲルの唱えた1545年とする説など、様々な説があるが、ワマンポマ自身は1615年の自身の書簡で、自分のことを、年80の老人などと記述している。 現在は1979年にアントニオ・パディーリア・ベンデスーが発表した1550年説が最も有力となっている。自身の家系についてワマンポマは次のように語っている。父方の祖父ワマン・チャバは、インカ帝国成立以前にチンチャイスユを統治していたヤロビル家系の君主であり、インカオ・トゥパック・インカユパンキと和平同盟を締結し、 インカの地力と方面征服に貢献した人物であったという。そして父親ワマンマルキは、インカ王アスカルの副官として、インカ帝国に仕え、フランシスコ・ピサロがトゥンベスに上陸した際に、インカ側の代表として、スペイン人を出迎えた人物であるとしている。ただしこれらの羊については、辞書新しい記録と良き統治に言及されているのみであり、 同時代の他の記録からはこれらの事実は確認されていない。新しい記録と良き統治内では随所に父親あるいは祖父の功績が主張されており、研究者の中にはこれらの記述は自身の高貴さを際立たせるための演出あるいは、鉄像であると指摘する者も,もいる。ワマンポマは幼年時代は、 出生地と考えられているサンクリストバルデソンドンド、村で過ごしていたが、一時期クスコへ移住し、1562年頃に、ワマンガ市へと移った。それから1571年まで巡殺し、クリストバルデアルボルノスの秘書として、インディオの回収状況の調査の旅へ帯同し、ワマンガ地方を転々とした。この旅は、各地のアンデスで暮らす。 人々の生活や習慣と触れる機会となった。その後再びイクスコへ戻り、インカ皇族や、教会関係者に仕えることでスペイン語をはじめとする、様々な知識教養を吸収した。1582年頃に再びアルボルノスの、秘書として、リマを訪れ、翌年同地で開催されたリマ教会会議の議事、翻訳作業に従事するなど、どちらかといえば、 スペイン征服側の協力者の立場として過ごしていた。1590年後半、ワマン・ポマの父親、ワマン・マルキがこのほど死去するが、マルキが所有していた土地が財産継承者であるポマの不在を理由に、スペイン人、トミンゴ・ヤウレスに明け渡されるという事件が発生した。これに対しポマは1597年に、 土地の所有権と受益権の返還を求める訴訟を起こしたが、これに敗訴。1600年12月、虚言を漏し、土地を搾取しようとしたとして、ポマに対しむち打ち200回、2年間のアマンガシ追放、お及び罰金200ペソの支払いが言い渡された。この時のことを、ポマは、作品上で、本来、インディオの権益を守るべき立場にあるはずの地方。 管理はその役割を果たそうとしていないとして激しく非難している。この事件をきっかけとしてポマはスペイン人支配下でインディオがどれほどもがき苦しんでいるかを後世に伝えるためこれらの出来事を体験し記録するために放浪の旅に出ることを決意した。その後ポマはカストロビレーナ、ナスカ、イカ、ピスコ、カニエテなどを歴訪しリマへ向かう。そして リマで、しばらくの間滞在し、スペイン語を介さないインディオたちの権利を守るために、働いたとしている。数年後、ポマは記事であるサンクリストバルでソンドインド村へ戻るが、ミスボらしさゆえに、家族や親族ですら自分を気づかなかったような、状態であった。このため村の住民からは歓迎されず、結局長く滞在することなくこの地を去っている。 さらに放浪の旅を続け、1614年に当時、滞在していたルカナス・アンダ・マルカス地方を立ち、再びリマへ向かう。これは、地方での参上を綴った趣向を、スペイン副王へ直接手渡し、インディオに対する保護を訴えることを目的としたもので、あったが、リマでは副王に面会すら叶わず、1616 16年に、多界した。 結局この書簡は1615年にサンティアゴデチアポからフェリペ三世宛に送付されたが、これにフェリペ三世が目を通したかどうかは定かではなく、日の目を見るまで3世紀以上を待たねばならなかった。ポマの新しい記録と良き統治はコペンハーゲンのデンマーク王立図書館の古記録コレクションと題された記録史の中に埋もれており、ドイツゲッティン現代ン学教授、 リヒャルとピーチュマンによって1908年に発見された。ピーチュマンは1912年にロンドンで開催されたアメリカニスト会議にてこの思考を発表。研究者の間にワマンポマという人物の存在が知られることとなる。その後フランスのポール・リベイによって1936年、新しき記録と良き統治は交換されることとなった。 しかしこの当時重要視されたのはポマが本当に訴えたかったスペイン征服史の裏側に潜んだ問題提起や証言ではなくプレインカ時代に関するアンデスの歴史や文化に関しての部分でありそしてそれらを伝えるために豊富に用いられていたポマの挿絵であったこれにことを唱えたのがメキシコのミゲルレオンであり彼の独自の解釈によって提唱された 制服の裏側によって、非制服者であるインディオから見たスペイン制服を知る、上での重要な小生資料としてその価値を見直されるようになった。新しい記録と良き統治は、目次を含め1179ページからなり、そのうち456ページを差し絵が占める。本作は大きく2部で構成されており、435ページまでが、 新しい記録と名付けられた古代から、スペイン人征服までのアンデスの歴史を綴るもので、以降が、良き統治と名付けられたスペイン支配下で、インディオが受けた、虐待行為や、作取の告発と、その改革案からなっている。1586年のスペイン、知事報告書に、ルカナスの人々は健康で立派な体格をしており、聡明で、スペイン語の読み書きを習得している。 また、スペイン人について、熱心に知ろうとする知的探求心を持っているなどと、記述があることから。ただしこれについても、フランクリンピースらにより、老人であることを示した抽象的な表現に過ぎない、などと反論が上がっている。ありがとうございます。